ただきます。はい、どうもコーヒーです。今回は五目あんかけ焼きそば作りました。乾杯乾杯のタイミング下手くそかはい、じゃあ早速、まず最初は麺リフトから。はい、なんか微妙ですねもうちょっとうまくいくと思ったんですけどね。全然あんが絡んでないですね。ですよね、ちょっと汁気がね少なかったですよね。途中でちょっと多いかなと思って汁気をちょっと取っちゃったんですよ。取らない方が良かったですね。お味はどうですか？うん、なるほどね。まずはビールで流し込んでね、お口を整えた後に、うまい、うまいらしいです。出せ、ダブルでグーは出せ。でも味はほんとね、美味しかったですよ。うん、中華料理屋さんに置いてあるぐらい美味しかったですよ。自分で言うのもあれですけど。そう、これね、またね、からしをつけて食べるとね、またいいアクセントになって美味しいんですよ。この五目あんかけ焼きそばって、まあ主食なんですけど、またね、ビールのつまみとしてもね、よく合うんですよ。これがまたね、五目あんかけチャーハンとかラーメンだったら、またちょっと違うんですよね。このあんかけ焼きそばだからこそ、酒のつまみにすごい合うんですよね。はい、出ました。お酢。そう、さっきのからしに続いて、これお酢もとても合います。油にお酢って合うじゃないですか。うん。餃子と同じ感じかな。そう、あんかけにはね、このお酢とさっきのからしの組み合わせが抜群に合う。もう大好きなんですよね。で、今回これ作ってて、とても楽しかったですね。切り物多かったり、炒めたり、煮たり、麺を茹でたり、あと焼いたりとか。ねえ、あと人参でね、ちょっと今回遊ばせてもらったんですけど、なかなか綺麗に鳥が羽を広げてるように仕上がったんじゃないでしょうかね。皆さんちゃんと鳥だって気づいてました？今私が言うまで気づかなかった人いますか？いたらすいません。もっと練習しておきます。見て楽しめる料理ってなんか嬉しくないですか？うん、私すごい嬉しいですよね。そういうのが出てきたら。まあ、食べて美味しいのはもちろんなんですけど、見た目の第一印象って大事だと思うんですよね。見て第一印象悪かったら、ちょっと箸も出しづらいですよね。やっぱ作り手も食べる側のことを考えながら、作ってあげるのが、一番大事なんじゃないかなって思います。ね、最後何の話してんだよって感じですけど。はい、じゃあそういうことで、今回も終わりたいと思います。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。コーヒーでした。